ルキウス・アントニウスは、共和制ローマの政治家、軍人。紀元前41年に、執政官を務めた。マルクス・アントニウスの弟である。父は、マルクス・アントニウス・クレティックス、祖父のマルクス・アントニウス・オラトルは雄弁で名を馳せたが、紀元前86年に、ガイウス・マリウスの支援者に殺害されている。母ユリアは、ガイウス・ユリウス・カイサルのいとこである。若年時には、 兄のマルクス及びガイウスと共にローマの裏社会を放浪していた。プルタルコスはこの若者たちは若い頃に賭博場に通い大酒を飲んでいたと述べている。ルキウスは常に兄マルクスの強力な支持者であった。紀元前44年、マルクスが執政官を務めカエサルが暗殺された年であるが、ルキウスは古民官としてカエサルがローマに 不在の時の最高権力者をカイサル自身が指名できる法案を提出している。カイサルの暗殺後は兄マルクスを支援した。彼は一般市民とカイサルの退役兵に有利な農地法を提案し、またよく紀元前43年にはムッティナでのデキムスユニウスブルトゥスアルビヌスに対する作戦に参加している。紀元前41年にルキウスは 執政官に就任、同僚執政官は、プブリウス・セルウィリウス・ワティア・イサウリクスであった。執政官就任初日に、アルプスでの勝利を称えた、凱旋式を実施している。この年、兄、マルクスを、クレオパトラの宮廷から呼び戻そうとする、兄の妻、フルーヤを支援し、また、不人気なオクタヴィアヌスに対抗するため発行軍団から、なる軍を編成。 フルウィアと共に放棄した。ルキウスはローマに進軍してマルクス・アエミリウス・レピドスを追放、市民に3党政治の廃止を約束した。しかし、オクタヴィアヌス軍が接近すると、ルキウスはペルシアに撤退、そこで牢城したが、結局は冬になって降伏した。ペルシアは破壊されたが、ルキウスは除名されて、オクタヴィアヌスによってヒスパニアの総督に任命された。 その後のことは知られていない。キケロは、そのフィリッピカでは、ルキウスに対する敵意もあって、好ましくない性格の持ち主と表現している。ありがとうございます。